ボケっとしてねえで、お前も早く。いたあの、大丈夫？もしかして私たちと一緒に回るの迷惑だったんじゃ。別に迷惑なんかじゃないよ。そう、よかった。私もめぐるくんたちと一緒に回れたら楽しいだろうなって思ってたから。シルバーの言う通り、大勢の方が楽しいよね。じゃあ行こうか。悪い。そのセリフ今日何回聞いたかしら。だってやめてよ立花さん、そんなに揺さぶられたら、うん、みやこさん、やめなさいよ。桃井くん、困ってるじゃない。しのぶ、ハイスピンコースターはもう乗ったでしょ。次はイリュージョンマウンテンよ。え？取材のためには何度も乗ることが必要なのよ。一回乗っただけじゃいい記事は書けないわ。バカね。取材だからこそいろいろな乗り物に乗るんでしょ。何よ、マスコミュニケーションが何たるかも分かってないくせに。あら、今日は誰のおかげでここに来れたのか忘れたわけじゃないでしょうね。私はナオトさんに剣をもらったんだから関係ないわよ。わっ、そうだ、すっかり忘れてた。どうした？ああ、そうだ、そうだよ。どうかしたの？これこれ、これ見てよ。ウォーターアイランドフォトコンテスト？そうなの、私たちが持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画なんだって。園内で撮ったベストショットをメールで送るのさ。優秀作品にはなんと賞金10万円。10万円？私たち5人で写真を撮ってコンテストに送ろうって決めてたの。すっかり忘れてたわ。ま、他にやることがいろいろあったからな。今から1時間は撮影タイムってことにしようよ。それで新聞部のめぐるくんに4人のうち誰の写真が一番いいか見てもらわない？いいね。そこで選ばれた写真が10万円に一番近い写真ってことになるんだな。このからくり時計の下で待ち合わせね。え、みやこちゃんたちにも言っといてね。
ちょっと。あれ彼女たちどこに行くの？なんか携帯フォトコンテストに応募する写真を撮りに行くって言ってたよ。また1時間後にここへ集合だってさ。え？携帯フォトコンテスト？僕が持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画らしいよ。優秀作品には10万円がもらえるんだってさ。え？本当に？じゃあ目黒くんも応募しなさいよ。え？僕が？で、賞金はみんなで山分けね。そんな無理だよ。僕写真なんて自信ないし、それに最近この携帯に変えたばかりだから、まだ数えるくらいしか写真機能を使ったことないよ。じゃあ私が撮るから貸して。え？お取り込み中のところ悪いんだけど、それ事前登録が必要みたいよ。それじゃあ諦めるしかないよね。もうどうしてこういう重要なことを事前に調べておかなかったのよ。そんなこと言われても。1時間後に待ち合わせ。結構時間があるわね。私たちもどこかへ行きましょうよ。それもそうね。じゃあここはめぐるくんの意見で決めよっか。え？また僕が？僕お土産が見たいんだけど。私も気になっているお店があるし。本当？実は私もなのよね。真由美先生にお土産を買おうと思うんだけど、何がいいかな？やっぱりお土産といったらこれよ。ちょっと待ちなさい。そんなカロリーの高いもの、もしかしたら先生ダイエットしているかもしれないじゃない。なんかまずそうじゃない？それちょっと橘さん、お店の前だよ。にしましょうよ。めぐるくん、どっちがいいと思う？ここはハーブティーの方が無難かも。もしかしたら真由美先生本当にダイエットしてるかもしれないしさ。しましょう。絶対クッキーの方がいいって。じゃあ自分のお土産にすれば。600円だから1人200円ね。ちゃんとレシートもらってくるわ。立花さん？何よ。なんでもない。
よう、買い物かい？あれ、シルバー。買い物っていうか、学校の先生にお土産を買ったんだ。へえ、律儀なんだな。今回ここに来るのにお世話になった先生だから。シルバーも買い物？俺はいい撮影スポットを探してただけ。どんな写真撮れば10万もらえるんだろうな。少なくとも今撮ったような写真じゃもらえないことだけは確かね。そりゃそうかもな。あのさ、シルバーはこういうチャットのオフ会とかにはよく参加してるの？え？そうだな。俺はオフ会よりは女の子ナンパして二人っきりで会う方が多いかな。ナンパってパソコンで？ああ、ただし成功率は低いけどな。シルバーは高校生？いや、浪人生だ。18歳だけど、このメンバーの中ではカイと並んで最年長かな。みんなとはいつ頃知り合ったの？3ヶ月くらい前かな。そうなの？みんなもっと以前から友達だったように見えるわ。それにしても羨ましいな。男一人に女二人なんて両手に花じゃん。え？まだ待ち合わせ時間まで余裕があるわね。じゃあ他の場所も行ってみようか。ジャングルパークに行ってみない？そこって何があるの？熱帯のジャングルを再現した施設みたいなんだけどさ、放し飼いの動物と遊んだりカヌーに乗ったりできるらしいよ。ふーん、面白そうじゃない。じゃあそこに決定ね。あ、暑い。なんかムシムシしない？なんだか昼でも落ちてきそうな場所ね。怖いこと言うなよ、しのぶ。なんだ、水滴が落ちてきただけか。バカね。ここは遊園地の中にある作り物のジャングルよ。ビルなんているわけがないじゃない。ねえねえ、めぐるくん、もし海外旅行に行くとしたら、こういう暑いところと寒いところどっちがいい？僕は寒いところがいいな。カナダとかスイスとか。私も寒い場所の方がいいわね。それも雪があるところがいいわ。一面の銀世界だなんて、どこかロマンチックじゃない？
私は暑いところの方がいいな。だって南国の方がパインとかマンゴーとか美味しいものがいっぱいありそうだし。そこにいるのカイさんじゃない？本当だ、カイさん。あ、メグル君たちもここへ来たんですか？うん、カイさんは一人？ここに来るまではヤマトと一緒だったんですけど、なんか急にこういうところ苦手だからってどこかに行ってしまって。へえ、そうだったんだ。え、カイさんはここで何してたの？ずっと何か見てたみたいだけど。え、いえ、ちょっとぼーっとしていただけです。昔、遊園地に来た時、ああやって私も肩車してもらったなって、なんか懐かしくて。カイさんは一人っ子？いえ、血のつながらない姉が三人いて、私はその一番下なんです。そうなんだ。それで、私は毎日姉たちにいじめられて、お城の舞踏会に行かせてもらえないの。え？嘘ですよ。ねえねえ、チャットっていつもどんなことを話してるの？そうですね、学校で会ったこととか、テレビの話とか、そんな感じです。カイさんは学生だよね？ううん。高校は卒業したんだけれど、ちょっと病気を患って大学受験ができなかったんです。チャットのメンバーで特に仲のいい人とかっている？そうですね、よくザップとはパソコンの話をしていましたけど。あとヤマトとシルバーは気が合うみたいでした。ミヤビはみんなのまとめ役って感じで。チャット以外で他のメンバーと連絡を取り合うことはないの？みやびがチャット外での交流は一切禁止していたので。それじゃあまた後で。なんだか不思議な人ね。待ち合わせ時間までまだ幾分時間があるわ。そうだね。それじゃあ次はどこ行こっか。観覧車に乗りたいんだけど。観覧車か、混んでなければいいんだけど。
それは行ってみないとわからないわ。とにかく行ってみましょう。よかった。思いのほか混んでないみたいね。ありがとうございました。足元にお気をつけください。さんも乗ってたんだ。うん、観覧車で上からの景色も撮ってみようと思って。なんかやたら前のゴンドラが揺れるから、てっきりカップルが乗ってるものだと思ってたんだけどな。まさかめぐるくんたちだったとはね。あっそうそう、そういえばさっきジャングルパークでカイさんに会ったんだけどさ。え、カイに？ヤマトさんってああいうとこが苦手なんだって？カイさんが言ってたわ。え？もしかして忘れちゃったとか？あたしって忘れっぽいから。ヤマトさんは高校生？そう、高校1年だよ。そっちは？私たちは2年よ。じゃあザップやミヤビと同い年ね。実際に他のメンバーと会ってみてどうだった？みんなイメージ通りだった？今までは文字でしかみんなと会話してなかったわけよね。結構ギャップとかなかった？人によっては結構想像してたのとギャップがあったかな。例えば？例えばカイかな。私カイは男なんじゃないかなってずっと思ってたんだ。なんかいっつもなよなよしてて男の腐ったようなやつって思ってたんだけどさ、実際に会ってみたらあんな美少女だったんだもん。びっくりしちゃった。でもそれってお互い様だよね。みんなは私のこと男だと思ってたみたいだから。え、そうなんだ。やっぱ文字だけじゃ男か女かなんてわかんないよ。みんな自分は男ですとか女ですなんて特に言わなかったし。へえ、そんなもんなんだ。あまりにもイメージ通りで笑ったのはザップかな。チャットでもあのまんまだよ。ねえねえ、次はどこに行く？あ、ちょっと待って、時間を確認しておかないと。そうだね、急げばもう一箇所くらいは回れそうかな。ええ、でも待ち合わせ時間には遅れないようにしないと。まあ分かってるよ。でどうするのよ、次はどこへ行く？プールに行ってみない？せっかく水着まで持ってきてるんだし。あ、そうね、プールもここの目玉の一つなんだから行っておくべきだわ。そういえばここのプール、ウォータースライダーなんかもかなり充実しているそうよ。うん、そうらしいね。それじゃあ行きましょうか。うっそー、80分待ち？
する？諦めた方が良さそうね。やだ、絶対泳ぐの。せっかく水に持ってきたんだもん。プールに入りたい。あら、あれは。おい、ザップ。ザップはプールで泳いでたんだろ。どうだった？ここのプールは。いや、僕は泳いでへんで。女の子の写真を撮ってただけや。そうなんだ。けどとても写真どころやなかったわ。プールの中は芋洗い状態で、水着の連中も泳いどんのか押されどんのか、ようわからん感じでうごめいてたわ。オフ会でもないとプールやなんて来るチャンスあらへんのにな。残念や。そういえば、あなたたちどうしてオフ会をここでやることにしたの？ただ会うだけが目的ならここでなくてもいいと思うんだけど。よう覚えてんけど、確かみやびが言い出したんとちゃうかったかな。そうなんだ。自分で場所を決めておいて来ないなんて随分勝手だね。アホか。まだ来えへんと決まったわけやないで。何か理由があるのかもしれんし。チャットのメンバーと会うのは今日が初めてだったのよね。そうやで。でも1ヶ月前に。どうしたの？1ヶ月前に何？いや、何でもない。質問を変えるわ。あなた、みんなのことどれくらい知ってるの？例えば本名とか。そうやな、ハンドルネームと年齢くらいやな。他のみんなも同じやと思うで。携帯の番号とかメールアドレスなんかも知らないの？お互いの個人情報は聞かんとこってリーダーのみやびが決めたからな。そうなの。それよかしのぶちゃん、なんか感じ悪いで。警察に尋問されとるみたいや。ごめんなさい。気を悪くしたんなら謝るわ。いや、別にええんやけど、ちょっと頼みたいことがある。頼みたいこと？あんな、僕、みやこちゃんと。却下。まだ何も言うてへんがな。ねえ、そろそろ行こう。プールに入れないんじゃここにいても仕方ないし。みやこちゃん。それじゃあまた後でね。